想定をして本当にそれに対しての準備を全てやってきたのかなっていう感じがしましたよね。さあ、ここでまず審判が先に入ったんですけれども、今日はですね、実はその天皇杯優勝を祝してですね、おそらく J2 では初めて、まあ、そうなると思いますね、あのガードボーナーですね、プレミアリーグなんか海外サッカーをご覧の方よくあるのを見ていらっしゃるかもしれませんけど、例えばその優勝したチームの選手が入場してくるのをそのホームチームの選手たちがこう両サイドに並んで迎えるということになります。今町田の選手たちがこう両サイドに構えているということです。考えるとこの J2 でガードボーナーっていうね、そうですね、よく考えるとすごいことです。そうですね、本当にすごいことですよね、はい、第102回天皇杯優勝おめでとうございます。僕が天皇杯を取ったっていうのはね、本当に大きな意味を持ちますよね。これは天皇杯優勝を遂げたヴァンフォーレ甲府に対して敬意を表するものです。 FC 町田セルビアより優勝の栄誉を称え、盛大な拍手でヴァンフォーレ甲府の選手を迎えましょう。皆さん大きな拍手をお願いします。おそらく J2 ではこれが初めての光景になります。天皇杯というタイトルを手にしましたヴァンフォーレ甲府、その選手たちを町田の選手たちが迎え入れました。今シーズンの J2 はこの試合を含めて残り2試合になりました。あと残り1試合になります。町田はこれがホーム最終戦です。永井さん、この時期になってくると、じゃあそれぞれのやっぱり各選手たちが、まあ、今シーズンもそうで、その先というところを見据えてどんな戦いがこれできるのかというのもそれぞれ個々にもありますよね。そうですね、やはりその